両選手の紹介 VTR をご覧ください。去年12月、世界ランク5位の選手からダウンを奪い、判定で勝って世界ランカーの仲間入りをしたハードパンチャー、浅井隼人。中学時代からボクシングを始めた浅井は、早くからその素質を高く評価されていた。18歳でプロデビューして以来、浅井はその類稀なボクシングセンスで勝利の山を築いてきたが、そのほとんどが KO によるものだった。また浅井の周りには偉大な先輩たちがいた。飯田聡、そして戸高秀樹という2人の世界チャンピオンが浅井の所属する名古屋ミドルジムから生まれたのである。浅井は2人の世界チャンピオンの背中を見て、世界のボクシングを目の当たりにして育ってきた。しかし浅井はここ一番の勝負に勝てなかった。98年と去年、日本タイトルに2度挑戦し、いずれも失敗。これまでにない挫折感を味わった。日本タイトルマッチ前、世界ランカーに勝って、あ、世界ランカーなんだって思った時に、あ、結構満足しちゃったんですよ。やっぱハートの面ですかね、うん。そのハートの強さを見習いたいと浅井が尊敬していた先輩戸高が、去年まさかの王座陥落。自分はもっともっとハートが強くなければ勝てない。去年からコンビを組んだ東トレーナーはじめ、ジムのスタッフの期待が気持ちを入れ替えた浅井に集中した。まだ静かな場内に。そして去年12月、浅井は身体をかけて世界ランカーと対戦した。これも入った、オリゲーガッツポーズ。ニュートラルコーナーに向かう浅井。ダウンを奪っての判定勝ち。浅井は世界ランカーに復帰した。浅井が挑む世界王者はタイのポンサクレック・シンワンチャー。ポンサクレックは今年3月、世界初挑戦で全チャンピオンからなんと1ラウンドで3度ダウンを奪っての KO 勝利。圧倒的なパワーを見せつけ、世界王座をものにした。ムエタイからボクシングに転向して、7年間ですでに40勝と、23歳の若さながら豊富なキャリアを持つポンサクレック。世界チャンピオンになった今なお、練習環境には恵まれていないが、その分ハングリー精神旺盛なハートの強いボクサーファイターだ。เขาก็เป็นมวยที่อันตรายพอสมควรครับแต่เราก็ต้องซ้อมให้ดีที่สุดบนเวทีก็อยู่ที่โอกาสใครจะดีอยู่กันครับแต่ผมว่าผมมั่นใจ今回世界タイトル初挑戦が決まった浅井は、願ってもないチャンスを逃すわけにはいかないと、グアムキャンプで本格的なトレーニングをこなした。また帰国するとすぐに以前対戦もした現在の WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、セレス小林の胸を借りてスパーリングを行い、世界のレベルと自分の成長を確認した。判定でも KO でもどっちでも勝てればいい、勝てればじゃなくて勝ちたいですよね。本当今はただ単に結果が全てみたいな感じで、電光石火の KO 劇を演じ、鳴り物入りで海を渡ってきた強いチャンピオンに対し、今回世界初挑戦ハードパンチャー浅井がどう戦うのか。激しい打ち合いが予想される一戦、まもなくゴング。ではこれから戦う両選手の体格をしてみましょう。身長とリーチは浅井が上回っていますが、若干の差です。さて浜田さん、はい、昨日の計量なんですが、はい、浅井は1回でパスしました、はい、しかしポンサクレックは、うん、昨日の朝 450g オーバーで迎えて、うんうん、最初の計量 300g オーバーでした、うん、そしてその後すぐさま調整して、うん、およそ20分後の2回目、うん、パスしています、まあ、このあたりいかがでしょう。そうですね、まあ、減量きつくない選手だったら大したことないんですけどね。ただ2回も昨日動いて、やっと落とした状態ですからね。それが24時間後回復しているかどうか1ラウンド目で分かると思いますね、うん、
さあそして両者の体格なんですが、はい、これはほとんど変わらないと言っていいですか。そうですね、同じ東洋選手の体格ですからそんなに差はないと思います。ですからリーチ差とかそれで、距離がどうなるということはあんまり考えなくていいでしょう。飯田さん、はい、浅井隼人入場直前の今の気分はどうなんでしょうね。はい、今日ちょっと控え室も覗いてきたんですけどその時はやや緊張してたんですけど今結構しっかりといいイメージしてますね。はい、この放送は中京テレビと BBTV チャンネル7タイランドを衛星回線で結びタイ国内にも生中継されています。この後いよいよ両選手が入場してきます。愛知県防犯に両国の国歌が流れました。リング上ではこれから財団法人日本ボクシングコミッション林裕子コミッショナーによるコミッショナー宣言です。コミッショナー宣言。ではここでこの試合のルールをご紹介しておきましょう。採点は10点砲、3人のジャッジは各ラウンドわずかの差であっても見極め、なるべくどちらかに優劣、すなわち10対9をつけます。1つのラウンドで3回ダウンを喫した選手はその時点で KO 負け。頭や肘などが当たるバッティング反則は故意ではない場合は1点を、故意の場合は2点を、負傷しなかった選手から減点します。また故意ではないバッティングで試合続行不可能になった場合、4ラウンドまでは引き分け、チャンピオンの防衛です。5ラウンド以降は判定によります。この試合のジャッジとレフェリーです。ジャッジはアメリカのバーバラ・ペレスさんとハーバート・ミンさん、韓国のデビッド・チュンさん、日本とタイ以外から3人です。レフェリーです。この人ベテラン、ニュージーランドのブルース・マクタビッシュさん60歳、キャリア30年です。浅井がボクサーを志すきっかけのだった試合、畑中清が名古屋初の世界チャンピオンとなったペドロ・デシマ戦をさばいたレフェリーです。さあこれからリング上では両選手がコールを受けます。大国旗を揺らしますチャンピオン陣営、チャンピオンポンサクレック新ワンチャー、挑戦者は世界初挑戦浅井隼人です。本日のメインイベント WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナーWBC 世界フライ級チャンピオン112パウンド大国ポンサクレック新ワッチャー、初防衛戦です。チャンピオンポンサクレック新ワンチャー、青コーナー挑戦者WBC 世界フライ級7位112パウンド緑ジム所属浅井隼人、世界初挑戦、勝負の時が来ました。浅井隼人です。ジャッジバーバラ・ペレスアメリカ、同じくジャッジ浜田さん、はい、いよいよタイトルマッチが始まります。同じくこのチャンピオン1ラウンド目出てくる可能性が大ですからね。あのタイトルを取った試合、今年3月の強かったチャンピオンマルコム・ツヤカオ戦、なんと162秒で3回ダウンを与えて KO 勝ち、世界ダッシュだったんですね。だからこの試合もですね、減量の影響さえなかったら1ラウンド目おそらく出てくるでしょうから、浅井も1回目から相手の出だしを止めておくということに徹底せんという感じですね。さあレフェリーマクタビッシュさんが両選手をコーナーに分けました。世界タイトルマッチは12ラウンドで行われます。こちら挑戦者浅井隼人、世界初挑戦です。チャンピオンはポンタクレック新ワンチャー、WBC 世界フライ級タイトルマッチ、ゴングを待ちます愛知県武道館。第1ラウンドのゴングが鳴りました。チャンピオンポンサクレック新ワンチャー、これが初めての防衛戦。一方浅井隼人、世界初挑戦。
ゼブラ模様のトランクスが挑戦者ミドリジム浅井隼人、世界初挑戦です。さすがにやっぱり出てきますよ、見てますね、出てきますよ、ボンダクレック新ワンチャー出てきますよ。チャンピオンは左構えサウスポースタイル、やっぱ出てきますね。最初からこの人はジャブじゃなくて、うん、右のフック、あーっと、いきなり右のストレート、さあ世界の試合、もう少し動いていいですからね、浅井はボンダクレック新ワンチャー、やっぱり1ラウンド目ずいぶん硬いですね。3月の試合はなんと162秒で時のチャンピオンツニャカオを倒して第30代の世界チャンピオンになりました。これが初めての防衛戦、プレッシャーかけられてますね。今海外遠征は初めてです。しかしこれまでキャリアは42戦40勝2敗。さあ一方の浅井ですが、飯田さん、はい、浅井の動きいかがですか。ちょっとパンチが大きくなってますね、うん、最初打ち合った時にそれからすぐに足を使うようになったんで、このままちょっと足を使いながらやりたいですね。世界初挑戦、右の拳を効いているオーソドックススタイルの浅井とすれば早く落ち着きたいところですね。そうですね、ちょっとチャンピオンと挑戦者ポンサクレックと浅井の足が絡みまして、浅井が尻餅をつきました。これはダウンではありません。右ストレート一発、今浅井の右入りました。もう少し浅井動いていいですよ。そうすると顎もっと引かんといかんですね、もっと顎を引かんといかんですね。右の拳を引いている浅井隼人、チャンピオンの今右が当たりました。浅井は動きは止めちゃいかんですよ。そうですね、動き止めちゃいかんですよ。浜田さん、はい、とにかくこの試合に対して浅井の練習は横に動け横に動け、はい、それをずっと続けてきました。だからこれをですね、最初からどんどん右もっと動きがいいんですね。ちょっと今押されて動いている状態があるんですね。相手のプレッシャー止まっちゃいかんですよ。2分を経過しました。第1ラウンド、止まっちゃいかんですよ。ロープ止まっちゃいかんですよ。やはり第1ラウンドからこれはチャンピオン勝負をかけてきましたね。チャンピオンはやっぱり1回目から出てこれるというのは自信持ってるんですね。一発こそないんですが連打が効くタイプです、チャンピオン。連打されるとですね、なかなかこの連打からは逃げ切れないですからね。ということは浜田さん、はい、浅井としたら連打の前ですか。そうです、右フック、出だしをまず止めとくということ大事ですよ。浅井の得意のパンチは左のフックですが、最近右のストレートも強くなってきました。随分1ラウンド目飲まれてますね、飲まれてますね。もう少しいいリズムつけて、ちょっと大きめに動いていいですからね。左のストレート、軽いパンチですが当たってしまいました。世界初挑戦浅井隼人、左から右、思わず今右の拳を上げました。ちょっと落ち着いてきましたか。いや、そうでもないですね。そうですか、今自分で自分を落ち着かそうということがあるんですね。第1ラウンドが終了しました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチです。浜田剛さん、はい、第1ラウンド浅井の動きちょっと硬かったですね。やっぱり飲まれてるところがあるんですね。だからもう少しリズムをつけると、そして大きくリングを使っていいですからね。まず立ち止まっちゃいかんですね。練習の通り動いて動いてですね。そうです。これから第2ラウンド、今ゴングが鳴りました。第2ラウンドです。今チャンピオンが椅子を出そうとしましたけどね、リング下に下ろそうとしましたけど、チャンピオンは随分落ち着いてますね、余裕ありますね。そういったところまで気持ちがいっているということですね。そういうことですね。放送席佐藤さん、はい、青コーナーサイドなんですけれどもね、浅井に対する指示は硬い、とにかく正面に立つな、止まるな、もっと外へ動け、左に動け、右の返しには気をつけようと、そういう指示です。左に動けという指示ですか。ミドルジムサイド、青コーナー挑戦者サイドは藤井敏子アナウンサーです。佐藤さん、はい、一方チャンピオン陣営はね、立ち上がりは冷静さを欠いていると表現しましたね、はい、焦るな、急ぐな、右を多く使え、そしてその右をちゃんと狙ってよく見て打てという指示です、チャンピオンポンサクレックサイドには大東真嗣アナウンサーです。やはりこれ非常にいい構えをしてますね、チャンピオンのポンサクレック。バランスですね、バランス、フォーム、ブロック、ガーッと、やっぱり接近した時の今ガードの位置が今出てますよ。左ストレートが一気に出てくるバックステップ、浅い、さあ動けるか。ちょっと中途半端なバックステップですからね、もっと自分からもう少し早く動いていいですね。前半はとにかく距離を取らなければいけないと言っていました。止まっちゃいかんですよ。この動きですか。さあ動きたい、サイドステップ思い出しました浅い。まずは前半のリズムをつければいいですからね、はい、それで自分の感をまず、あーっと左ストレート、左ストレート入りました、チャンピオン、右アッパー2発、ちょっとぐらつきました、挑戦者、世界初挑戦、チャンピオン、今、深追いしてないですからね、
顔をしてないですから、もっと動いてですね、もっと動いてですね。浅井が一発左のフック、このパンチが得意です。浅井左のフックで数々の相手を倒してきました。ちょっとあまり16勝の12KOリズムになってないんで、パンチのキレもちょっと悪いんですね、うん、だから自分リズムに持ってくればパンチのキレも出てきますから。飯田さん、ミドルジムの後輩浅井はどうでしょう。リズムはやっぱりまだ取れてないですね、うん、もったいないですね。チャンピオンの方はもう1ラウンドの最初からもう自分のペースで来てるんで、なんとか自分のペースを取りたいんですけど、右ストレート浅井、サーブを上げた、なんとか自分を、あーっとその浅井に対して挑発的なポーズを見せました。コンタクレックシンワンチャ、ちょっと今のでも浅井ちょっと余裕ないんでですね、うん、仕草をまずする必要ないですよ、うん、残り30秒切りました。第2ラウンドです。左のストレート、うん、止まらないこと止まらないこと、うん、止まらないこと、あっと右のフック、今日は右のバカ、左ストレート、さあチャンピオンが猛ラッシュ、チャンピオン出た、第2ラウンドチャンピオン出る、チャンピオン攻勢、飲まれてますね、今飲まれてますね、本作で攻勢出ました。左フック、右フック、迷ったままの迷ったままの打ち合いをする必要ないですよ、うん、第2ラウンド終了、チャンピオン打ちまくりました。後半チャンピオンやはり出てきましたね。ただいつもよりはチャンピオンまだセーブしているんですね、うん、これは浅井の硬さにつけ込んでるという感じですか。そうなんですね、だからそんなに慌てる必要はないという状態で今チャンピオンやってますからね。浅井まだ時間始まったばっかりですから時間ありますから、まず自分のリズムを作ることですね。コンビを組んで3戦目、東トレーナーの注意を聞いて第3ラウンドです。今の打たれたところなんかでもしっかりと打つんなら浅井もいいんですけどね、ちょっと迷ったままのパンチを出し方ですから、右飛び込んで打ってきました。チャンピオンコンタクレック崩れないんですね、これは、怖いですね。その後すぐいい構えであります。さあどんどん右のフックが追ってくる、サウスポー詐欺のチャンピオン、これまで23の KO 勝ちがありますが、3ラウンドまでに14人倒しているんです。バックステップ浅い、ちょっと動きが鈍ったか、右ラッパー、右ラッパー、いいの食ってますね、いいの食ってますね、浅井が翻弄されている、右ラッパー正面から食った、バックステップ、そしてサイドステップ、動けるか、あっとボディに一発、動いた方がいいですね、動いた方がいいですね、完全に挑戦者を飲んでいます。これが初防衛戦、チャンピオン深追いしてないですからね、もっと海外初めての試合。さあしかし浜田さん、はい、浅井には一発がありますね。いっぱい、その一発はですね、持ってる選手ですから、まず動いて自分の体勢を整えればいいんですね。だから一発のキラーだったら負けないものを持ってますからね。緑チームの松尾会長、早く早い回で左の一発が欲しいと言っていました。これは左のフックであります。浅井の得意のパンチ。放送席佐藤さん、ミドルジムサイドではですね、松尾会長、不用意に打ち合うな、今は我慢だ、とにかくポイントを考えなくていい、とにかく動き回れという指示です。まあ、中途半端なところありますからね、迷ったままの打ち合いが多いですから、迷っちゃいかんですよ。チャンピオンは後半 KO する力はあまりない、そういうデータもありますから、なんとしてもここはなんとか前半しのぎたい、これがミドルジムの考えでしょう。佐藤さん、はい、一方チャンピオン陣営はね、第2ラウンドまではちょっと距離が近づきすぎていると言ってたんですが、このラウンドに入ってからはどんどん中に入っていけ、ロープに詰めろとゴーサインが早く出てます。早くもゴーサイン、まあ、第1ラウンドからですね。さあ浅井が右ストレートを出しました、ちょっといなされました、ロープの方に走っていきました浅井であります。さあまだ試合は第3ラウンド、速攻派チャンピオンコンサクレックに対して浅井どう戦うか、右のフック、今右ラッパーから蹴るストレート、また右のフック、コンタクトしました、ちょっと来たか、足に来たか、浅井がサイドステップ、バックステップ、ゆっくりと追ってきます。コンタクレック、バッキングしてかわした、動ける状態であればどんどん動くですよ。飯田さん、はい、浅井動きたいですね。そうですね、ここがもうダメージ切っちゃってるんで、ちょっと動いて時間稼ぎたいですね。右フック、まだリズム、自分のリズムになってないうちにちょっと打ち合いに入っちゃってるんで、左から右、チャンピオン左左、浅井の左が出るか、待ってはいけない、受けてはいけない、ガードだけではいけない浅井、第3ラウンドです。ずいぶん出だしから苦しい状態が続いてますね。今厳しい世界初挑戦、浅井隼人、ここでゴング、第3ラウンド終了です。浅井のすぐ左隣、松尾敏郎会長、
スリリングな試合になると言っていました。しかし今のところチャンピオン有利と出てますね。今の流れは苦しいですね。この流れをどうにか変えるかですからね。まあ、次の4ラウンド目4ラウンド、ポイント取られていいですから、取られてでもリズムのリズムを作ることにすることですね。第4ラウンドのゴングが鳴りました。挑戦者浅井隼人、ミドリジム世界初挑戦、飯田戸高に次いでミドリジム3人目の世界チャンピオン誕生なるか。しかし苦しい展開になりました序盤です。3ラウンドまではこれはチャンピオンですね。また右ストレート、右フック一発、浅井ダウン。さあどうか、浅井試合を続けられるか。右フック一発、ポンタクレック、どうだ。あ、陣営の方を見ています。落ち着いています、浅井落ち着いています。落ち着け。第4ラウンド足使え、序盤チャンピオン右のフックダウンを奪いました。コンサクレック新ワンチャー、左スタート、腰が砕けたか、さらにボディ、さあ一気にラッシュ、チャンピオンラッシュ、クリンチの上です、クリンチ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 、引っ付け引っ付け、クリンチ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 、浅井には一発がある、右のボディ、さあレフェリーが渡るか、よしよしよし、右ストレート、浅井頑張った、もっと踏ん張らんじゃいかんですね。飯田さん思わず拍手です。ちょっと重いだ、ちょっと重いだ、あと2分、あと2分、どうですかダウンのダメージは。いや、ダウンのダメージ十分あります、ありますね、ダメージありますね。浅井のこめかみにコンサクレックの右がヒット。このラウンド第4ラウンド、早々とダウンしてしまいました。浅井連打するとちょっとバランス崩すところ、今足効いてるんですね、あるんで一発一発にストレートしっかり打って、体勢整えればいいですから。その時を待っているのかポンサクレック、狙っている、チャンピオン1分30秒が経過。第4ラウンド、チャンピオンは深追いはしてないんですよね。右ストレート、しかしここから冷静になれるのが飯田さん、最近の浅井ですね。そうですね、焦ってはいないと思うんで、うん、ここからどう立て直すかですね。かつては相手に攻勢に出られると一気に無茶苦茶の打ち合いを挑んでしまったという浅井、はい、去年の12月の試合、世界ランカーを破った試合からピンチになっても冷静に試合を運ぶことができるようになりました。世界初挑戦、右ストレート、ちょっと浅かった、止まって打ち合いだけはやっちゃいかんですよ、うん、やっぱりまだ足の運びが大事ですか、うんうん、そうなんです、せっかく今回復しつつありますからね。しかしチャンピオンの右フック強烈でしたね。いやー、この選手はバランスがいいんだ、ああいったパンチ立て続けて打てますからね、うん、あーだ、右顎倒れない、浅井倒れない、しかし目をつぶった、苦しいですね、右投げ倒した、ダウンです、ダウンです、2度目のダウン、2度目のダウン、第4ラウンドチャンピオン浅井から2度目のダウンを奪いました。ありましたけどね、さあ大丈夫か、まだ陣営を見ている、浅井目は確か、さあこのラウンドあと1回ダウンを切っていると試合終了です。あと20秒、なんとしても持ちこたえんとかなんですよ。第4ラウンドチャンピオンは浅井から2度のダウンを奪っています。耐えたい浅井、よし左のフック、あと10秒、あ、レフリー間違えました、間違えました、ゴングと間違えました、ゴングと間違えましたね、ゴングと間違えました、10秒前の標識をゴングと間違えました、間違えました、マクタビッシュレフェリーです、ここでゴングです、これで終わりです、第4ラウンド終了です。浜田さん、はい、第4ラウンド、これが最初のダウンです。うん、バランス崩さずに本当にいい感じで打ちますね。試合はこれから第2ラウンド、第5ラウンド、まあ、今の右フックはちょっと引っ掛けた感じはありましたけどね、なぎ、うん、倒したというような2度目のラウンド、ね、ゴングなりました。さあ第5ラウンド、ただ苦しい試合ですね、絶対絶命のピンチと言っていいでしょう。世界初挑戦、浅井隼人。放送席加藤さん、はいどうぞ、青コーナーサイドなんですけどもね、とにかく自分のパンチを信じろと、正面からではなく少しずらして小さく打てという指示です。ちょっと攻めた、あーと連打、連打、ロープ際連打、ダウンです、ダウンです、5ラウンド冒頭にダウンを喫しました。苦しいですね。さあどうだ、気合だ気合だという声が飛ぶ、苦しいですね。5ラウンドもダウン浅い、世界初挑戦、追い詰められました、浅井追い詰められました。チャンピオン、あーちょっと止まらないか、左ストレート、連打のチャンピオン、試合終了、テクニカルノックアウト勝ち、チャンピオンポンタクレック新ワンチャー初防衛に成功です。残念浅井、5ラウンドに散りました。4ラウンドに2回、そして5ラウンドに1回お得意の連打でした。47秒、連打させる。
せなかったんですけど、いかんせんやっぱりダメージが残ったままだったんで苦しかったですね。ありがとうございます。チャンピオンコンサクレックシンワンチャー、今タイのクミコン国王の肖像を掲げて、この放送はタイにも生中継されています。嬉しいでしょう。敵地日本に乗り込んで初防衛に成功しました。まあ本当にこの選手はいい選手ではありますけど、自信持ったらもっと強くなりますね。一方飯田聡さん、はい、浅井隼人残念でした。そうですね、でもこれだけの強い選手にあれだけ打ち返しに行ったっていうのはすごいですね。ちょっと なんか僕の方が涙ぐんできちゃうような感じで、はい、感動しました。くしくも飯田さんが世界初挑戦の時も、はい、同じ5ラウンドでテクニカルノックアウト負け、そうですね、あのアリミゴイティア戦がありました、はい、うん、そしてこの今の浅井隼人、ちょっとうつらな表情ですが、やっと掴んだ世界初挑戦の舞台、実りませんでしたですね。もう本当にやることやってのリングだったと思うんで、今は本当に真っ白というかそういう感じだと思いますね。浜田さん、はい、強打は得意とする浅井隼人、うん、得意の左のスクーはほとんど打てずじまい。そうですね、出ないまんま終わってしまったと。ただ、出だしでですね、相手に、余裕を持たせてしまった、自信を持たせてしまったというのがちょっと悪いパターンに流れましたね。ずっと構成を取っていたのがチャンピオン、初防衛戦ポンサクレックシンワンチャ、まあ、ですからいつもだとですね、朝よりリング上がったと同時に結構ステップしながらリズム取るんですね。これが今日はリング上がった途端に何にもしない状態があったんで、ずいぶん緊張してるな、ずいぶん硬いなという感じがありましたけど、そのまんまの状態で1ラウンド目のゴングが鳴ってしまいましたね。そして体勢を立て直すことができないまま最後まで行ってしまったと。さあ今チャンピオンポンサクレックシンワンチャーが戦った浅井隼人のもとまで歩み寄りまして、今お互いが健闘を称え合いました。コンビを組んで3戦目、東信夫トレーナー、飯田さん、はい、持ってる力出そうとしたんでしょうけど、出せないまま相手にペース取られてしまったと。まず相手の1ラウンド目来るのは分かったんですけどね、やっぱり止めきれなかったですね。飯田さんが世界を取った時は、はい、東京のジムでトレーナーをしていた福田洋二トレーナーと組んで、はい、そして戸高秀樹選手はアメリカのマック栗原トレーナーと組んでいました、はい、そして緑ジム、今回3人目の世界チャンピオン誕生を目指して頑張った。そして緑ジムの東トレーナーを専属トレーナーにして、はい、これがコンビを組んで3戦目、はい、初めて純粋な緑ジムチームで臨んだ大事な一戦でした。ラウンド47秒、チャンピオンモンサプレックシンワチャー選手の TKO 勝ちでございます。勝負タイムは5ラウンド47秒、チャンピオンコンサクレックシンワンチャーテクニカルノックアウトで挑戦者世界7位の浅井隼人を下しています。戦いを終えた両雄、まだグローブを外していないコンサクレックシンワンチャー、コンサクレックも挑戦者相手を称えます。自分に挑戦してくるんだから強い相手だろう、コンサクレックはそう言っていました。ただこの選手はですね、やっぱり自信持たせてしまったかなという感じしますね。もっともっと強くなる選手ですね。浜田さん、はい、去年、はい、今はチャンピオンですが、はい、セレス小林選手が世界に初挑戦をした時、はい、いい試合でしたが、はい、引き分けで取れなかった相手、はいはいはい、それがフィリピンのマルコム・ツニャカオでした、うん、そのツニャカオ、浜田さん正直言って、はい、長期政権築くと思いませんでした。あの選手はですね、自信持ってしまったなと、もう2階級は取れたろうなというふうに予想した選手をほんの1ラウンドで取ってしまいましたからね、勝ってしまいましたから。そのツニャカオがタイに乗り込んでポンサクレックと戦ったんですが、なんと、うん、そのツニャカオに対してポンサクレックは1ラウンドに3回ダウンを奪って勝ってしまったんですね。だからもっと自信がついたということですよね。だからこの選手本当に今日の試合でも、まあ、余裕もあったしですね、自分で自分が負けるというふうな気が今はもう絶対しないでしょう。そして挑戦者浅井隼人、今日夢は叶いませんでした。あ、でも今肉声聞こえましたね。そうですね、ありがとうございましたとはっきりした口調。合計3回倒されましたが
なんとか飯田さん意識の方は大丈夫なようですね。ですね、意識ははっきりしていると思います。そして今青コーナーからゆっくりと階段を降ります飯田さん、はい、飯田さん世界を取ったのは3度目でした、はい、またこの青い階段から上がって世界を取らなきゃいけませんね。浅井ですね、絶対また見たいですね。今うつろな表情でもう一度自分の戦った初めて登った世界の舞台を見つめてゆっくりと今控え室にコンビを組んで頑張ってきた東トレーナーに支えながら控え室に向かうところであります。世界初挑戦5ラウンド47秒テクニカルノックアウト負け浅井隼人。愛知県武道館今日は3500人のお客さんが名古屋から5人目の世界チャンピオン誕生を見たいと思ってきたんですが、浅井の一発に期待したんでしょうけどね、やっぱり一発出ないまんま力出させないまんま、そういった面では相手の方が総合的にやっぱり強かったなという感じはしましたね。浅井が今詰めかけたファンの拍手を受けて控え室に下がるところであります。残念でした、世界初挑戦実りませんでした。それではテクニカルノックアウトで敗れました。ポンサクレックシンワンチャー選手にお話を伺います。ベルトを守った今の気分はいかがですか。はい、ยินดีด้วยที่จบป้องกันสําเร็จนะคะตอนนี้รู้สึกว่าอะไรคะก็ดีใจครับที่ทําชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและวงตระกูลของผมครับชื่อเสียงแก่ประเทศชาติและวงตระกูลนะครับですね、非常に嬉しいと思っております。であとこのタイの国のことこのメンツをかけてますので非常に嬉しかったです。最初から徹底して攻めてそして TKO、 これはあなたの予想した展開でしたか。คิดว่านะคะคุณชกอย่างเต็มที่ตั้งแต่ยกต้นๆนะคะก็คิดว่าการชกวันนี้นะคะก็ท้าตามแผนที่คุณคาดวางไว้ไหมคะวางไว้ครับเริ่มต้นสตาร์ทเทรนเนอร์บอกให้คุมลูกมวยไปก่อนดูเชิงว่าเขาจะออกมาลูกแบบไหนแล้วก็ต่อยไปเรื่อยๆเพราะดูเขาไม่ค่อยแข็งเพราะเขาชกมาน้อยกว่าผมมากกระดูกผมยังแข็งกว่าเขาอยู่ครับใช่最初トレーナーの方はまず様子を見ていけと言ってたんですけれども、まあ僕の方でまず浅井選手の方がこのパンチの方がそんなに僕より少なかったのでもう攻めました。初めての防衛戦しかも初めての海外の試合、ここまで難しいと感じることはなかったですか。การมาชกป้องกันที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็การชกป้องกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะบางทีนะความรู้สึกว่ายากไหมคะลำบากหรือยังชกป้องกันมันต้องยากกว่าชิงแชมป์อยู่แล้วครับแต่เราต้องซ้อมให้หนักกว่าชิงแชมป์ครับเพราะเราต้องรักษาไว้นานๆยากกว่าครับยากกว่าแล้วแต่เราต้องซ้อมให้มากกว่าตอนชิงแชมป์ครับซ้อมหนักกว่าはい、やはり初めての防衛戦というのはチャンピオンに挑戦するときよりも難しいものなんですけれども、僕の方でも一生懸命練習しました。新たに挑んできた浅井選手の印象はいかがでしたか。空気の中、浅井がちょっかうべんやんがいかフィームチェダイもかんかってフィームけんて不足感がよりないと思うよ。僕もちょっまいとん40分ちょっけ10分かんやんかどうはい、ですね、浅井選手も非常にいい選手だったと思います。ただ僕の方が浅井選手よりも少し経験がありましたので、それで今回勝ちにつながりました。若いあなたにはこれからもいろんな期待がかかると思います。あとどれぐらい防衛するのか抱負を聞かせてください。ふんふん、あゆ、はい、その前にですね、来月でお誕生日迎えますけれども、きっとは国役者、チョッポンカン、ハイダイ、イキクランラハ。マーギスウルハ、ジャンガー、ランガー、ランガー、メワイア、ピンジル。はい、体の方が許す限り、もう挑戦の方はしてきた、防衛の方はしていきたいと思っております。はい、見事に防衛を果たしました、ポンサクレック選手にお話を伺いました。浜田さん、はい、まだまだこの選手は強くなりそうですね。そうですね、ウェイト面とかですね、そういった自分で自分の体を大事に節制すればですね、やっぱり長期政権続きそうな状態ありますね。この放送はタイにも同時生中継されています。